ザ・ハーミテージホテルはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル6番街231番地の歴史的ホテル。1908年250名のナッシュビル市民の依頼によりナッシュビル郊外のアンドリュー・ジャクソンの邸宅ザ・ハーミテージにちなんで名付けられ1910年に開業したテネシー州内の現存する商業ビルで ボダール様式で建てられた建物の唯一のものである。1975年、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定された。1849年6月15日に亡くなった大統領ジェームズ・ポークの邸宅ポークプレイスの跡地に建てられた。1908年のナッシュビル市民250名の依頼により、1910年9月17日土曜日に開業。 1940年代、新しい名称に変え、防火、防音、防人、2ドル以上を歌い文句にしていた。1階には、オークバーの隣にもともと、ビアホールとして計画されていた、グリルルームがある。この部屋はドイツから来た職人により建てられ、男性専用プライベートクラブとして使用された。ナッシュビルの最初のホテルの一つであり、 賛政権賛政派と反対派双方の全国的基盤であり、全国的ラジオ番組がダイニングルームから放送を開始された。1980年代から1990年の間、所有者が何度か変わった。2000年6月、ヒストリックホテルズ・オブ・ナッシュビル、LLC がこのホテルを買い取り、客室と共用スペースを改装した。2003年バレンタインデーに、 ホテルは再開し、9ヶ月後トリプル A から5つ星を授与された。現在テネシー州で5つ星のホテルはここだけである。1929年から1945年、フランシス・クレイグ・オーケストラがオークバート・グリルルームで演奏していた。クレイグの楽団は WSM で放送された最初の楽団で NBC ネット局で12年間番組を持ち、驚異的な成功を収めた。 1949年、彼は、当時新人であったダイナショアを起用し、新曲、ニアユーを披露した。AB ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。AB、ヒストリック・ハーミティッチ・ホテル・リオ・パンス、オン・バレンタインズ・デー。 ザチャッタノーガン、http コロンスラッシュスラッシュ www.chat tanogan.com スラッシューーッッアーティクルスラッシュアーティクル,ル32552アスプ2008年6月29日閲覧ホテルヒストリーハーミティッチホテルウェブサイトハットホリデーテイラー36六アワーズインナッシュビル ニューヨークタイムズ、http://www.nytimes.com、er はいえーね no。スラッシュ二零零四。スラッシュ零五。スラッシュ零七。スラッシュトラベル。スラッシュイエス。シエイペス。ラッシュ零七。エイチオーユ。アールド。エイイコール五千七。アンドイーイコール三百九十一エ六千八十四ビットシ四十二万二千五百五十九。アンド。 X イコール13億9934万 8800& パートナーイコールユーザーランドページワンテッド、イコールオールポジションイコール2008年6月29日閲覧フラマー S ベストベッツ 4A プレイス2ステインラッシュビル msnbc,http://www.msnbc.msn.com/.id/.15936815/.2008 <ッ>年6月29日閲覧。AAA Inspectors Pick Their Top 10 Historic Hotels for Independence Day Press r e アメリカンオートモビルアソシエーション2009年6月23日 閲覧、ありがとうございます。